はい、皆さんこんにちは、吉野龍正です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちら、バシ高菜巻き128。巻いてるわけですね、これね。おにぎり的な感じのものを、ね、おにぎり的な感じのものを巻きます。かっこたくあん入りって書いてますね。結構この青臭い香りが結構好きなんですよね。あのしそにしてもね。いただきます。うん、あのね、このね、高菜が、なんだろう、お漬物的な感じで非常にいいね。たくあんも今パリッときましたね、いきなり。見た目はなんかあれですけどね、うまい。こういうの作ってくれた人は偉いと思うな、自分的には。うんうん、たくあんも結構大きめに切って入れてあるね。うん、うまいです。はい、ありがとうございました。ということで今日ご紹介いたしましたのはファミリーマートさんの、高菜巻きたくあん入りでございました。ありがとうございます。